手です。おめでとうございます。25で飛び出したときはね、だいぶ不安があったんですけど、マイレ選手の背中が見えると元気になって、ラストは本当に必死だったんですけど、追いつけてよかったです。そのタイムが2時間7分48秒、自己ベストはもちろん5年ぶりの日本人7分台ということになりました。正直ね、6分台は狙ってたんですけど、ちょっと一人旅が長かったので、今日はこのタイムで確認します。本当にこの日本陸上界、マラソン界に大きな新たな一歩を踏み出したと思うんですけど。そうですね、ただやっぱり世界的に見ると4分5分が主流になっているので、とりあえず自己ベストは出してたんですけど、やっぱりどうやって4分5分出していたというのを念頭に置いて、これからまた強くなっていきたいと思います。ロンドンオリンピックに向けて大きなアピールになりましたね。そうですね、また楽しいマラソン練習ができると思うと楽しみです。我々も非常に大きな期待ができます。ありがとうございます。今日はね、沿道の皆さんの声援が本当に大きな力になったんですけど、ロンドンに向けて、またパワーをいただけると嬉しいです。素晴らしい成績を収めました藤原新太選手でした。おめでとうございます。